SDGs とは、 SDGs とは Sustainable Development Goals、 持続可能な開発目標の略称です。 SDGs は2015年9月の国連サミットで採択されました。日本を含む国連加盟193カ国が2030年までの15年間で達成するために掲げた目標となっています。持続可能な開発目標。持続可能な世界を実現するための17の目標、なりたい姿169のターゲット、具体的な達成基準から構成されています。地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。17の目標1から6、この6つの目標を見ていると、貧困や飢餓、健康や教育、さらには安全な水など開発途上国の基礎的な目標となります。しかし先進国である日本にも密接に関係する目標もあります。17の目標7から12、エネルギーについてや働きがいや経済成長の話も出てきます。まちづくりの話もあります。これらはまさに先進国である日本も密接に関係する目標となっています。17の目標13から17、気候変動や海洋資源や陸上生態系の話など、開発途上国や先進国だけの話ではなく、すべての国で取り組む内容の目標となっています。17の目標分類。17の目標は4つに分類されます。1、人に関する内容です。2、地球環境に関する内容です。3、経済に関する内容です。4、平和に関する内容です。17番のパートナーシップで目標を達成しようは、この4項目すべてに関わりがあります。169のターゲット、17目標それぞれに平均10個ずつくらいターゲットが存在します。合計で169個あるので、169のターゲットと言われています。ターゲットの内容を見てみると、何々半減させるという具体的な目標もあれば、何々十分な保護を達成するという漠然としたものも含まれています。そのため169のターゲットのさらなる詳細版である具体的な数値目標が書かれた232の指標を策定しています。日本の取り組み。日本では2016年5月20日に安倍総理が本部長、すべての国務大臣がメンバーになり、第1回持続可能な開発目標 SDGs 推進本部会合が開催されています。またそれ以降も毎年2回同じメンバーで開催されています。その中で日本における SDGs に関わることが決定されています。日本は SDGs 関連に9億ドルの支援、30億ドルの取り組みをしており、日本円にして合計約4000億円の投資を行っております。広島青年会議所の取り組み実績。2018年11月10日土曜日に折り鶴タワーにて Peace to the Future、 一人一人の行動が未来を作ると題し、広島市内の大学生、専門学生を集めて SDGs について学び、自分ごととして受け止めてもらう授業を実施いたしました。終わりに、 SDGs への取り組みを加速するには、日本人一人一人が世界の一員であるとの自覚も必要です。私たち一人一人が毎日の生活の中でできることから少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。ピースゲームを通じて SDGs を身近に感じてもらい、行動することで起こる変化や可能性を知っていただければと思います。